皆さん本当にありがとうございます。アコフェス代表、君島大輔です。今日は女性が多いですね、出演者。8組中6組が、女性ボーカルということで、いいですね。逃げてんじゃねえよあ、それ待ってたよなかなか、年始めということで、なかなかね、こういう楽屋にいい匂いを漂わせながら待ち続けていましたが、火遊びっていう歌です。No.